どうも今回も聞いていただきましてありがとうございます。ディジキャットそして、DGF ルビーをやらせていただきました真田あさみです。いつになく丁寧なコメントかもしれません。2月になりました。節分も過ぎた頃かと思います。これから春に向かっていきますね。あったかい季節がとても楽しみです。今年も遅ればせながら皆様よろしくお願いいたします。デジキャラットそして GGF よろしく。それではドッジキャラット&ミントブラマッシュの、沢城みゆきです。今回は二役で、登場させていただきました。どうもありがとうございました。なんだかプチ子よりも小さいそうで、GGF の妖精さんたちは、非常に可愛らしかったです。まだ会ってないお店の GGF ちゃんたちがたくさんいるので、これからこういう形で会えればいいなぁなんて思います。長い間これからよろしくお願いいたします。沢城みゆきでした。ラビアンローズ氷上京子です。今日は GGF のみんながやってきてくれて、とても賑やかでした。これからどんどん各店の、フェアリーたちが来てくれると思います。今回はですね、ヒカルって呼んでもらえたのでとっても嬉しかったです。これからもよろしくお願いします。はい、ゲマ役の亀井よしこです。どうも今日も今回もありがとうございました。なんか世界が重なって私事ではありますが、なんだかわけが分からなくなってきております。でもまあ私だけですが、ゲマだけなのでよければ山梨店のあずさちゃんとか、何でもやりますので、カツラもかぶりますので守護妖精やってみたいな。よろしくお願いします。ミルフィーユ桜葉役、あとゲーマーズ金沢店のラピス役をやりました新谷涼子です。皆様この CD を聴いてくださってありがとうございます。ですね、デジキャラットさんたちと共演したというか、ミルフィーユとして一緒にいるのは初めてのドラマ CD なんですけれども、そうですね、やっぱりギャラクシーエンデルの世界とはちょっと違った雰囲気で、デジギャラットさんの皆さんたちと一緒にやれたことはとても嬉しく思っています。そしてミントがいてくれたことが何よりも心強かったです。ミュージアありがとうございます。ですね、ミルフィーユも言ってましたけど、また私この世界に遊びに行きたいななんて思っています。そして、ラピス的にはですね、この間よりはいっぱい喋ったかなというところで、もっとアレク様と絡みたかったぜみたいなものがありますが、まあ今後とも遊びに行きたいと思っています。皆さんよろしくお願いします。新谷涼子でした。皆さん、初めましての方も多いと思うんですが、新宿店すみれ役の門脇舞です。今回は本当にありがとうございました。なんか GGF がですね、時代を超えて、年代を超えて、世界を超えて、今回 CD に参加できたことがすごく嬉しいです。これからも多分 GGF はいろんなところに出ていけるんじゃないかなと、思いもよらぬところでもしかして私たちを見つけるかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。イベントなどでも待っていますので皆さん会いに来てくださいね。今回初めてドラマ CD に出演させていただきました、サファイア役の井口優香です。初めてでいっぱいいっぱいでも大変だったんですけど、一生懸命頑張りました。これからも一生懸命頑張っていくのでよろしくお願いします。 GGF もよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。アレキサンドラエテ役の近藤かな子です。お招きありがとうございました。本当初めてでしたので緊張いっぱいで、カミカミ今だったんですけれども、頑張れたと思います。春ということでこれから花が咲き、 GGF もどんどん花がいっぱい咲いていくと思います。よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。 GGF スイちゃん役の広田しおんです。今回初めてでもうキャーってな感じですっごい緊張したんですけど、前よりってレコーディングの時よりはリラックスして臨めたと思います。これからもどんどん頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。店長役の店長です。その2創業に以来の、ドラマ出演になります。ご無沙汰してます。皆さんお楽しみいただいたでしょうか。今回からはギャラクシーエンジェルと、あと GGF という、新しいキャラクターも加わってきて、ますますデジギャラットワールドが、広がってきたと思います。今後とも
ますます発展していくと思ってますので、皆様、ぜひデジキャラットを応援していってください。よろしくお願いします。それではゲーマーズで待ってるにょ。はい、どうも中井まれかつ役の中井まれかつです。スタジオに、入ってみて思うのは、本職の声優さんはすごいなということです。もう二度とやりたくないなというのが正直な感想です。お耳汚し失礼いたしました。中井まれかつでした。はい、ブロッコリーの社長をやっています、北谷です。今回中に出演はしておりませんが、ドラマの、原案、プロットを担当させていただきました。今回描きたかったことは、デジキャラットの初期のですね、雰囲気をですね、出したいなと思っておりまして、そんな感じで、描いてみたつもりです。まあ、ドラマ中にもありましたが、私も、デジコのようにですね、初心に帰ってですね、今年は頑張りたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。